はい、こんにちは。今回はモル散歩の第4弾ですね。ザックという美容室に今回は行きたいと思うんですけど、その前にですね、今回は、あるアプリを使って美容室を簡単に検索できる、自分に合った美容室をね簡単に検索できるというアプリがあるということで、今回はねまずそれをちょっと紹介したいなと思って、こっち側にねキャプチャーの画面を出しながらちょっとやっていこうと思います。はい、アプリを起動したらですね、あの上の方にあった、虫眼鏡のマークでね検索できるところを押していただいて、この都道府県をね、まあ、僕の場合はちょっと今回東京でね、エリアは渋谷原宿ですね。はい、で、メンズの人はこの一番下のその他のところですね、メンズ OK を押してから検索を押していただきたいと思います。はい、出ましたね、こちら、ザックの、斉藤さんですね。じゃあね、今回は、このザックの斉藤さんに、お願いしたいんですけど、このメニューのとこですね、とりあえず僕は学生なので、このオリジナルカットの学生っていうとこの申し込み画面を押して、オリジナルカットってとこを押したら、下にあるこの時間指定ですね、はい、こちらをじゃあ12時1時まあとりあえず第一希望だけ押して、申し込む、この内容で申し込むってとこですね、こうポチって押すと予約の希望を送信しましたと。で、美容師さんからの返信をお待ちください。美容師さんが確認後に日時を確定すると予約完了となります。これね、直接この担当してくれる美容師さんとやり取りができるっていうね、これはすごいいいですよね、コミュニケーションツールとして素晴らしいと思います。で、はい、今、モルさんから予約の申し込みがされましたということで、あとは、お返事を待つだけとなります。アプリを、他にもどんなのがあるかなと思っていろいろ検索してみたらですね、カットモデルの募集があったりとか、あとね、値段がなんかクーポンを使うよりも結構安かった、さっき の学生の割引のやつも5400円とかなって、すごいねお得なこうメニューがたくさんあります。このミニモというアプリなんかね、お得だったりとか、もういろいろこの検索がねとにかく簡単にできてね、申し込みもすぐできるっていうね。で、美容師さんの方とも直接こうやり取りができて、まあ電話が苦手な人とかにもねいいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで今回は、まあ僕はザックというお店に行ってみたいと思うんですけど、なんかね美容室選びの困ってる人とかはこのアプリを使ってみたらどうでしょうか。はい、こんにちは。今表参道駅の、B2 のこの出口の方から、上がってきたところです。はい、で、アプリで予約したねお店に今から向かいたいと思います。この B2 の出口から上がってきたらですね、右に曲がってですね、はい、この道をまっすぐ行くと、はい、もうザックっていうね、うるさいな、ピーってものすごい駅から近いところにあるんですよ。で、早速中にね、車に遮られた早速中に入りたいと思います。はい、というわけで早速、中にお邪魔させていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、はい、あ、シャンプーからですよね。はい、なんかシャンプーがすごい面白い、こう、なんですかね、なんか秘密があるらしいので、それを早速見せてもらって大丈夫ですか。お願いします。はい、じゃあ移動したいと思います。